はい、回ってます。何ですか？押してから回ってますって言ったの今。それでも回す前には、はい回ってますって言ったの。その後者だった場合、努力してるなって感じ出してる。どういうこと？違います違います。だから強制的に、うん、そっちのモードに移ったら、いやめちゃくちゃ待ってたよ。でもずっと待ってたのに、お前がいやちょっと待ってください。だってあんたその生配信見てたの。いやこいでお前が喋ってた。いや俺はずっとこう立ってた。いやちょっと待ってください。いけるのにって言うの。いやだって UFS の話始めたじゃないですか。 UFS のあれをしてない。いやお前が先にしたんだよ。 UFS の楽屋で、うん、スマブラどうだったんですかみたいな話をしてて、そこからどんどんステージ。ああ、オッケーっす、オッケーっす。分かった、オッケー。お前がなんか、俺です。もういいっすかみたいな。俺でした。俺でした。そうね。俺でした。はい、世にまで、こうやってやって、ありがとうございました。ああ。世にまであの、クッション、こうやってやっていただき、ありがとうございました。あのクッションのくだりが一番 NG 良かったんだ、ありがとうございました。あの確認したら、7回くらい。いや、ちょっと待ってください。本当に言ってます。マジで？で、佐藤さんが、すいません、もうちょっと強く投げればよかったね、ごめんねってめっちゃキイチに言ってるシーンとか俺素材で見ました。いや大丈夫ですよ、僕もちょっともうちょっと こうやってクッション飛ばしますね。え、あそこ一番容量使ったってことですか？いや、要は盛り上がってはいたのよ。それで盛り上がったんならいいんじゃない？うん、そうそう、キイチね、出てね、キイチ出て、もう盛り上がって、それはいいんだよ。俺が言っといたやつがと、うちのキイチに登場したってこと？あー、はい、あの、あれスペヤングの、うん、あ、いいじゃん、ペヤングのソースがあるんで。うん、行こう。どういうこと？ペヤングのソースだけが発売したんですよ。お前見てないでしょ。一切知らない。これすごい、すげえ。ペヤングのソースだけを抽出された。ペヤングのあの表紙がここになってる。ここになってる。こんなに、かけれんの、すごくない？いや、これ美味しいイメージしかないからね。逆に成分ちょっと見たい。一平ちゃんにこれかけたらさ、確かにペヤングになるのかなっていう。それ結構なんか、やっちゃってない？ん？やっちゃってない？それ。何が？何かを。そういうのずっとやってんだろ。YouTube で。で、でもなんかさ、美味しいんじゃないかなと思って、これ。美味しいよ。これとこれ。こういうコラボレーションないじゃん、だって。え、だから、一平ちゃんのソースは使わないけどでしょ？使わない。はいはいはい。これちょっとやってみたいなって。はい。いや、それがなんか、もう、ものすごいまがまし、の、まが、まがまが。じゃあ、早くしろ。確かにこれどういう味なんだろう。ちょっと舐めてみたら。舐めることは可能。ねえ、これでやんの可能？いや、これはおかしいじゃん。スプーンとかでやって。そんなにはいらんけどね。バカじゃん。ちょっとだけいただきますよ。うわ、いや、まずいみたいになってんじゃん。やばい。これやばい、マジやばい。どっち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 。ほんとやばい。なんで、やばい、どっち。今のでも結構多い。ほんとほんとほんと。やばいってね、やばいってどっち、な、なにやばい。まずいってこと？いや、普通にこれまずいよ。マジで、マジで。これだけは。濃すぎるってことですよね。おい。いや、これだけはさすがにまずい。濃いって言え、じゃあ。濃すぎるって。濃いって言ってさ、まずいよって、さすがにまずいよって言うなよ、お前。これ最初にお前やっちゃってないとか気にしてたやつが一番ダメなこと言ったじゃん。ほんとほんとほんと。何が？いや、そんなにっていう味した。匂いが。すごくない？濃くね？濃いよ。まあ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 。ちゃんと。すーごい濃いね。すーごい濃い。でも、そ、いや、だから、この朝のお父さんみたいになんないこの量で。朝のなんかの、ガーみたいなやめろよ。すげえ。この量でこれだもんなってよく考えたら。だからこの量入れりゃいいんですよ、だから。え、これはどんくらいの濃さなの？じゃあ。って思わない？確かに。じゃないと間違っちゃうじゃん、量。確かに。これ、どうせさ、ちょっとだけ、味見して。はい。はい。でかくない？あ？でかくない？何が？ここの。ちょっとしか食わなきゃ、入れなきゃいいだろ。いやいやいや、そんなもんで大丈夫ですよ。これいただきますね。こっちの方が濃そうだけどね。こっちの方が？さらに？おお、何？
味が違う。今分かっちゃったかもしれない。味違うの当たり前じゃん。いや、なんかパッケージだけ変えてると思ってたんか。うめえ。うめえんだよ。うめえんだよ。ちょっと薄いから食べやすい。食べやすい。だからこの量よりちょい少ないぐらいを入れりゃいい。そうですね。行きましょう行きましょう。はい、じゃあこれかけてください。はい、いい塩梅で。良いっすよ。こんなもんじゃない。ほんとか。え、少ない。ちょっと持ってこう、向こうで。なんかさ、俺らなんかめっちゃ喋んない、ずっと。うん。なんかさ、知ってるよ。大丈夫なんかな、こんな喋るおじさんって。いや、いいことでしょ。いいことだよね。うん。かわいいよね。かわいくはない。いや、わかんない。あ、なんかさ、わかんない。娘だったらどう思うんかなって、ちょっと思って、怖くなって、急に。あー、これを見てる娘がってこと？いたんだな、その、は？いや、大丈夫だよ。大丈夫。年下のさ、その女性とかもさ、やっぱ見る。今もなんだけどね。早くこれを食べろよ。じゃあ食べろよ、じゃあ。お前箸持ってる、食えよ、じゃあ。いやいや、かき混ぜないと。かき混ぜんの俺なの。そうそうそう。で、なんかさ、うん。その、年下のさ、大学生の女の子とかも見るわけじゃん。うん。大丈夫かな？朝のお父さんみたいになってないかな？最近。じゃあ、お父さんが、じゃあ、うるさいのかどうかって話だと、普通にそんなうるさくはないんだけど、うん、今じゃないってタイミングでうるさいのがお父さんだよね。今じゃないってタイミングですごいうるさなの。そうだ、お父さんなんだよ。お父さんじゃん、俺ら。そこは気をつけようっていう。食べた後にやれよっていう話だから。うん。早くこれの味言えよってことだね。そう。で、食べた後はなんか変に食レポっていう、うん、そのプレッシャーで、あ、美味しいしか言わないみたいな。あと今なんだけどね、あと。今やれっていうのずっと喋っちゃうからね。そんな、もっと食レポで、盛り上がれよ。そう。食レポのパートは美味しいしか言わないからね。そうそうそう。怖いからね。だってね、わかんないからね。わかんないから、こう、どこ、こう、こう、こうで、こうって言えないから。あの時に食べたフランスの料理ってのはあれだなとかわからんからね。うん。そこだけ情報が、すーっと最後、すーってなって、とりあえず。美味しいんかなーって。BGM とりあえず切っときゃなんか、うん、厚みあんだろ。しか言わないからな。いいですよ。あ、ソース足せますもんね。そうそうそう、あとだからね。マヨネーズかける才能なくない？開ける才能がなかったもんね。ねえ、歯磨き粉みたいな。あ、いい。あ、いいじゃん。いや、お前、意図しない方向に行き過ぎだろ、お前。シュート回転してたぞ、お前は。めちゃくちゃ難しいな。あ、いいじゃん。いや、お前、そんな人いる？マヨネーズかけてめっちゃ難しいなっていう感想を言うやつ。めちゃくちゃ難しい。うん、ふりかけ。はい。薬か。いいですよ。粉薬か。才能なくない？才能がなくない？開ける才能が乏しすぎる。いや、時間がずれちょっとしか開かないんだよ。なんでそのちょっとしか開けないの？全部開けてザッていけばよかったじゃん。いいですか？はい。普通にこれが、ペヤングのソースをかけた一平ちゃんですね。はい。美味しいのか。うん、おぉ、どうだ。うん、おいしい。おいしい。おいしいとしか言わんじゃん。おいしいよ。薄いかな。なんだ、濃いって言う。いただきまーす。わからなくなっちゃった。マヨネーズが強すぎる、これ。すごいマヨネーズじゃない。異常な。マヨネーズ食ってたの？った鼻痛鼻痛ってなるぐらいの。いや、なんかあの、からしがすごい鼻にくるんだよね。俺さっきそっち来ちゃってさ、あれ？わかんねえよ、俺じゃ。いや、うまくはある、うまくはある。じゃあ、マヨネーズが鼻に来ちゃってない？うん。いや、鼻に来てるじゃん。うん、鼻に来てるじゃん、マヨネーズが。うっす嫌じゃん、おい。俺もそうなんだよ。だから少ないからびっくりするぐらい味しなかった。ウスターソースなんだ。いい。あ、これめっちゃ美味しいぞ。なんかペヤング感もあって。はいはいはい。でもペヤング、いつもさ結構食うじゃん、早食いとかで。ペヤングじゃないんで、うん、ほんのりペヤング。うん、ペヤングよりも柔らかくない？麺が。いっぱい喋ったからじゃなくて
それもあるね。どっちなんだろうな。いっぱい喋ったから伸びちゃったんじゃなくて。うん、おいしい。これめっちゃおいしいの。でもなんか普通のソースじゃないね。なんでも合いそう。うん、うまっ。素晴らしいっすよ。いや、いいんだけどさ。いや、なんかいいんだけどね。いいんだけどね。なんかコンビでこれ一個食ってどんくらい残すのみたいな、なんか。いや、今だってさ、食い、あと一口は食いたいですみたいな感じだったの。雰囲気が。いや、お前今全部食うなよっていう感じの目をしてきたよ。それを、それを送ってよ。いや、お前いつも食わないくせに、ここは全部行くのみたいな顔したでしょ。した。俺は、なんかさ、だってさ、全部を角にさ、集めてたからさ、いや、お前、行くじゃん。お前、喋るの任せて、お前全部行く気でやってんじゃん。いや、たまにはちゃんとこういうの、最後行っとかないとなっていうの。そしたらさ、ちょっと食ったってさ、こうやって置いてさ、こういうことだろ、これだろってやったから、ちょっと笑っちゃった。いや、ちょっとまだ食いたかったかなと思って。いや、でも食いたいでしょ、実際に。これ食いたいから食いたいじゃん。いや、その感じがお互いすごかったよね。どのターンでどんくらい食うんだみたいな、ちょっとさ、いや、でも喋ってるのが結構上の空で、で、美味しかったですっていうのありかなって思ったんだけど、見てたから。ああ、食べたいんですねって思って、じゃあいつも食べてもらってるし、ちょっと残しますってことで。そう、だってこれ見た時にもうさ、集められてたからさ、もう食いたかった人の残骸があるんだと思って。これでもあったらめっちゃすごくない？いや、本当にソースだなってことだよね。え、でも焼きそばのソースだけなんだな。どんくらいかけたらいいかな。つけるシステムですよ。つけるシステムで防衛する。結構トロトロしてるね。いただきます。はい、あくまで美味しく食べる。これとんかつ？とんかつですね。美味しすぎ。マジ？結局美味しいのは進化系しか言ってない。え、結構つけて大丈夫？うん。え、ペヤングとんかつじゃん。美味しい。それに黙っちゃうぐらいうまいな。ダメだろ、じゃあ。マックス。マックスだ。うまっ！本当に美味しいし。うん。ソースが足りなくて、うずうずしてるもん、これ。確かに。逆に揚げ物にかけるときめちゃくちゃかけていいじゃん。うん。濃すぎるソースってないかもしれない。概念として、うん、あの、ソースが濃すぎることはない。うん。言ってること違すぎない？いや、でも今どう思う？今は、あの、ジャブジャブかけたい。あの、ピッピーってやって、そう、後輩してるってなって、あ、ちゃんとやれよ。いや、だから花咲かせたんでしょ、要は。めんどくさいからはしょると、おじいさんが花子供のために咲かせようって言って種まいたら、めちゃくちゃでかい木ができて、すげえなって話じゃないの？本当に違う？知らない。花咲かって何？花咲かせ花咲かって何？だから花咲かっていう苗字なのかもよ。あ、普通にね、花咲かっていう苗字のじいさんなのかもしれない。あそこの田中のじいさんみたいな。難しいな。花咲かのじいさんかもしれない。花咲か、坂のな。坂の上の花咲かって可愛がってた犬のポチの方が、正直じいさんのお金持ちになる話。